おはようございます。今日は何を教えてくれる？今日はですね、山アジサイの育て方とちょうどあの今咲き始めたんでそれをお見せしたいと思ってますんで、よろしくお願いします。今回はですね、九重四方が綺麗に咲いてきたんですよ。でもう咲き始めなんですけどね、綺麗な形で出来上がったんで、まあ、それをどういう風にしたらそれはこういう風になったのかな、もうちょっと説明していきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。これがですね、九重四方といって、まあ、結構綺麗にまとまって咲く山アジサイなんですよね。呼び方が 何通りかあって、九重の花吹きという呼び名で売られているのもありますね。まあ、九重四方というのは宮崎での呼び方なのかもしれませんね。はい、まあ、でも特徴がですね、あんまり背が高くならなくて、八重咲き、まあ、獅子咲きというかこうやってあのまとまって咲くような咲き方をするんで、そういうのは特徴があります、ね。あのここね、リンカっていうもう一つ種類があるんですけど、それはちょっと背が伸びるんですね。同じような花ですけど、リンカっていうのはあのちょっと背が伸びるので、まあ、ちょっとあのここの四方とはちょっと違ってきますね。ここの四方とかあのここの花吹きとは違ってきます。リンカというのも結構、まあ、ある程度少しずつ出回るようになりましたね。じゃあこれはここの四方ということで、紹介していきたいと思います。まずあのこれがですね、去年一昨年に作った苗を切り戻しを繰り返しながら作ったらこういう形になったっていうやつですね。こういった苗を3本ぐらい植えて去年切ってから、切った挿し穂を取って、それがどんどんこう株になってきたのがこれです。結構1年で株出しになりますん で特に あんまり背は伸びないんですけれども、切ることによって脇芽が出てですね、株出しになりますんで、はい、切って、株立ちを作った方がいいと思います。で、挿し穂はですね、今ちょうど挿し木時期なんですよね。挿し木時期も ありますんで、まあ、どういった挿し穂を取るかっていうのもちょっとお見せしますね。もう花がなくてですね、こういったあの新芽だけっていうのも できるんですよ。はい、これもこの中からちょっと間引いたような感じですね。で、これをですね、下葉を取ってプチンプチンと切って、で、葉っぱをですね半分ぐらい切ります。はい、こんな感じで挿し穂を取りますね。挿し穂を作って、挿し穂を作って、だいたいですね、鹿沼土単体でも挿せばつがります。鹿沼土を半分ぐらい埋めればつがりますんで、まあ、増やし方としては挿し木で簡単に増えますん で今からですね、まあ、5月から6月の中旬ぐらいまでが挿し木しやすいです。で、7月も8月も挿し木はできるんですけど、あんまり高温になると発根率がちょっと落ちてきますんで、はい、今ですね、こういったもし芽が出てくれば切ってこう挿し木ができますんで、で、これをですね、1本がこれぐらい、1年でこれぐらいになります。でもこれは1回ぐらいピンチして切ってから株にしたやつですね。で、これは実際ですね、植えたのは去年苗を作って今年の2月にこの軽石の鉢に植えたんですよ。でもしっかりこうやって花がつきますんで、苗さえ作っておけばこういった応用編もできるということですよね。ですから、あの小さい鉢に盆栽仕立てにすることもできるし、こういった軽石なんかにもつけることができます。これもですね、苗を作ってて、2月にこの鉢に植えたんですね。でもしっかり花がついてくれますんで、すごく使いやすい。1月から2月にかけてうちで苗がですね、カチンカチン凍ってました。凍って花芽飛ぶかなと思ったんですけど、これは寒さも強いですね。冬の寒さも強くて花も飛ぶこともなく、はい、咲いてくれるんで、なかなかいいかなと思います。他の山アジサイはあんまり凍りすぎるとですね、寒くなりすぎると花が飛ぶ場合があるんですよね。でもこれは、しっかりこう冬場凍ってても花がきれいについたんで、まあ、強い植物なのかなと思いますんで、これはぜひこれから広めていきたいなという品種ですね。まあ、九州では九重四方、九重の花吹雪という商品名で売られている場合があるんで、まあ、こういったのも咲かされるといいかなと思います。
今年苗がですねもうほとんどないんで、まあ来年ぐらいにはちょっと量を作って出そうかなと思います。この商品もですね、こういった見本を作って今販売しているんですけど、こういったのから先に売れてですね、また来年に向けて苗をいっぱい作って、こういったのを作っていきたいなと思っています。こういった小さい、土の容量の場合はですね、乾燥が早いんで水をしっかりやることが大事です。水切れを起こすとですね、これがしなっとなりますし、花がちょっと咲きづらくなりますんで、山あいさんの特徴としては水切れをさせないことが大事になってきますんで、そこには気をつけてやってください。日向に置いたらですね、下手したら朝晩欲しがる場合もあるんで、今から暑くなるんで水切れだけは気をつけてくださいね。はい、それと置く場所はもう日が当たるところで大丈夫です。日が当たるところで大丈夫ですけど、日が当たるところはもう結構乾燥が激しいんで、水切れだけを気をつけてくださいということですね。で、これがですね、花が終わったら あんまり急に伸びないんですよ。でも一回切り戻ししてやった方がこうやって株ができますんで。それと花が終わったらですね、こんな脇芽がこの小さいのがスッと伸びる場合があるんで、こうやって伸びた場合はですね、切ってから挿し木されるといいかなと思います。で、挿し木用は先ほども言いましたが、鹿沼土単体で結構、5月から6月にかけては発根率は良かったですね。相当な確率で違ってくると思いますんで、はい、やってみてください。そういうところで、これが今咲き始めて2分咲きぐらいでしょうかね。で、これからこの真ん中のつぼみが全部咲き上がって、もう獅子咲きっていう方固まって咲きますので、黄色に咲きますし、長く楽しむことができますね。はい、で、ちょうど今日が11日で、14日が母の日なので、母の日のプレゼントとしてもちょうど間に合うのかなと思いますので、ぜひどっかで見かけられたら育ててみるといいかなと思います。私が山あいさん100種類ぐらいちょっと作ってみたんですけども、これが一番、特徴としては面白いのかなと思いました。あんまり伸びないし、夏も強いし、冬の寒さにも結構強くて、咲いてくれるということもあってですね、はい、でも苗が今年ちょっと少なくてですね、製品がちょっと完成品が少なくなったんですけども、これは来週ちょっと今週か、スノーの道の駅さんで販売していくと思いますので、多分そこで売り切れるという形になるかなと思いますので、でも撮影用に、この花がですね、多分この鉢は残ると思うんで、これがどういうふうに咲き上がるかを皆さんにはお見せしていきたいと思います。これは去年軽石に植えたやつなんですけど、軽石でもしっかり育ってくれます。土の量もあまり多くないんですけども、軽石の鉢でもきれいに育ってくれるんで、これいいかなと思いますよね。そんかり水切れだけは気をつけて、もう本当に1年間ですね、水切れさせないように水を頑張ってやったらこうなりますんで、はい。それと肥料ですね、肥料はですね、一応キソリン酸からオール10の玉の肥料をやっています。とマグアンプもやっていますんで、長くこう花が咲くように入れております。はい、肥料もしっかりやった方がいいですね。肥料はですね、もうちょっと暖かくなった3月ぐらいに、チソリン酸カリが同じぐらいの丸っこい玉の肥料でもいいです。と私は丸っこい玉の肥料とマグアンプをやっています。花がいっぱい咲くようにですね、肥料は3月とあと9月にしっかりこうやった方がいいです。真夏に肥料やるとちょっと肥料傷みする場合がありますね。9月にちょっと涼しくなったぐらいに肥料をまたやってやると秋にパッと伸びますんで、はい。それとですね、これの切り、こうやって差しを取るのはですね、お盆までに切ってやることが大事。盆過ぎに切ると全部花芽を切ることになるんで、アジサイの場合、今山井さんも含めてですけど、お盆前に切らないと、盆以降に切ったら花がついているのを全部飛ばすことになるんで、そこは注意してください。ここの石を、山井さんのここの石をこんな感じで綺麗に咲くということを皆さんにお知らせしたいと思いますので、これから、ぜひそうして見られたらいいかなと思います。
こんな盆栽鉢にポンと植えても可愛いですよね。それで苔もちょっと添えてやるとまたちょっと風情も変わってくるんで、はい、いいのかなと思います。まあ本当に今二分咲き、これもまあ一分咲きぐらいですね。これからまあ1ヶ月近く楽しめますんでいいかなと思います。そういうところで、山あじさいのここねん塩の紹介を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。